お疲れ様です。今日最後こちら迫撃文句やっていきます。さあ、ここ最近ね、文句がまた増えてきたイメージがあります。はい、ジェイ文句、ロイジェイ文句、まあなんかいろんなホグとか公開店にもね入ってきてるかなっていうので、まあなんか進化テスラが強すぎて結局攻めるのがね難しいんですよ今。はい、でダガーも強いんで、なかなか橋渡ってねまともに戦うのが難しいので、まあ迫撃で引き込みながらちまちま削りながら、あとは文句のね反射で相手のダガーを打ち返して、まあ、400、300くらい、はい、ダメージ稼げますんで、まあなんかちまちまデッキです。はい、ちまちまデッキの、まあ、最強よね、最近ね、あのロケ削りみたいなのもいるんですけど、まあそれとニットワインのやつですね、今日はやっていきます。よいしょ。で、相手これもうそれかもね迫撃ロケットみたいなデッキっぽいけど、まあ行ってみようか。で、テスラがあるかなと思います。これでも反射してこのダメージでね勝つんですよ今の時代はこのダメージが大事。よいしょ。で、ファルチェの鎌の角度で、おー、ちょっといい、だいぶいいか。え、でも迫撃入ってるわ、でけー。で、まあこの橋前プリン来て、この一発はね仕方ないんですけどって感じかな。で、ここ一つね、いや、見せっぷやるかこれ。相手もロケットなんですよ。で、まあ、ロケで削りたいんですよ、相手視点で、ね。なので、まあ、今はもう一回耐えるけど、次は後ろファルチェから、相手のロケットを誘って、そのロケット来るタイミングで文句出して反射して勝つっていう、いや、そんなことができんのかって話なんですけど、いや、ワンチャンできるんですよね。ちょっと狙ってもいいかもね。ああ、いいナイトやな、この端前止めるね。っていう、なんかそういうちょっとする必要あるかわからない見せっぷもちょっとできたらいいなと思いながら。反撃そっちなんあんた。おでかっ、トルネがちょっと便利えからの進化撃あるかな。でも相手進化できたか、うっときたらグロいな。そこまでは来ない。いや、これ橋前プリンがねえか。さあ、進化テスラなんで、まあ仕方ねえかなと言ったところで、プリン警戒だけしてマジネチネチ削り対決きたな。一応スケケアもして、最強出して、ああ、近畿道や、うまいな。やば削り方がキモすぎるか、痛いそれマジ文句削りだなこれでしか削れないっていう、逆にこれで削れるかんな。で、相手の、まあ、テスラなんで無理だけど、ナイトとかだったらトルネでね無理やりみたいなことできるんで、まあ相手はね削んなきゃいけないんだね。これじゃあ右にロケット打ってくれないっすね。打ってほしかったけどマジ戦い方がだいぶ規模あるけど、俺は悪くないこういう環境なんだものって思いながら、お、一発とかねえかこれ。で、これ後ろハルチェとかもあるよねだいぶネチネチしてるんですけど許してください。ファルチ入ってる、やば、はい何で削ったみたいなデッキなんですけど、いやでも本当にこれでなんだろうな、攻めが完結しちゃう。これだけでいい、文句だけでいい。
何もいらない文句だけで勝てる。まあ迫撃砲が通ればね楽ですけど、基本的にそんな通んないですからね。ああ、いやこれトリトンあるかな。ああだるマジでだる本当にすごい時代だ。嘘だ、何やってんだお前モンコメ何やってんだよ。さあというわけで、これだるいね。モンクに対してのメタカードっていうのは、まあインフェルノドラゴンとかインフェルノタワーとかになってくるんですけど、まああと CT の盾の戦士とかかな。うん、ギリ。まあそれ以外でなったら結局モンクにはモンクがいいみたいな感じはするっすよね。さあ施設2個あるんで耐えたいけどな。この流れが良くないよな。おつ、あーボイドか。いやーいい延命ね。さあで俺のデッキはほんとこれロケットがないんで、この勝つの大変ではあるが、まあまあまあ相手はボイドね、全然あるよね。テスラか、マジロケット打ちてー。いや攻めとこか。これさ結構いい反射になったりしないかな、一発だけね。ボンバくる、うわそれ強っ、やばい、強すぎる。迫撃が全然通らない。迫撃もうちょっと頑張って、取れた、でかい削り、マジワンチャンにそうじゃないちょっといいこのハルチ残ってんの、うわーそれ強えな。いや本当に文句でしか削ってない。いやでかそれ、美味しい流れで終わる。これ右もちょっと見てんな俺。なんなら右か、うまい、強い。ボイドが、ボイドが、おい強すぎだろ文句足んねえわ。ちょ待ってくれ、全然足んなかったな、普通に突破されたな。じゃあボイド警戒するか、ボイドをエレスピ連盟できればもうちょい戦えそうだったな。ボイドじゃねえ、何テスラ迫撃全部か、ウィザードね。
ワンチャン突破できないかな。言うのは珍しいペッカっぽいな。お、でけー。まあまあ、まずさっきの試合を反省しながら、マジボイドだな。ボイドが強えな結局ね。結局強えのよ。もう俺はボイドじゃねえ、文句か。なんか3文字のカタカナ全員名前一緒なんだよな。この文句で頑張って削って勝つしかない。よしよしよし。いや強すぎる。迫撃行きたいけどな。いやここでまあ行くか、行って考えるか。ちょっと入れば熱いか。いや言うの回ったな。走ってからウッドで一発。いやでかいな。でこっからは文句ちまちまよ。なんかクロスボデッキとかでもちまちましてんなこれ。まあ勝てばいいか。置いて、まあ、高回転ファルチが大事よね。はいはいはい、ゴースト。もうちょっといい流れよな。スケぐらい残しときたいよな。いやー悩むー。あーまじ強すぎる。ボイドゲーすぎないか。この状況で来ないでよ、やめてよ。最強あるな。前強すぎやするか。これ残れでけえ。 LSP やばすぎる。あまりよろしくはないが、待ってでかい。まあ一発耐えればいいでしょ。いや耐えれば勝ちよ、耐えれば。マジボイドだけね。俺はテスラを回そうで、守ることしか考えてない。でかい、これ延命できるならしたいけど。いやでかいかな。いや少々何でもいい。コストない風な顔してね、全然あるっていうね。いや結構良くない。相手ボイドだからね、あんま呪文削りもされないしな。固まれ、間に合い。んー、もうちょっと削れたら幸せだった。進化ですらこんにちは。もう一匹いっちゃう。やばすぎる。デスラゲーすぎるか。やばすぎるこれ。え、キキこんにちは。みんな出迎えてくれる。で壊れたところでもう一回おかわりして、いや文句固まんの遅すぎた。でおかわり来た。これやばすぎる。始まりに立ってるだけでいい。早く壊れて。いいよ。これないね、陸。何がいる俺。もう一回デスラ。やばいか。ちょ、反撃起こしてねえわ。どうしようこれ。はい。いや、意外と強いか。足前、反撃テスラ。置いてるだけで、苦しそうだったな、相手。よしよし、ロイみたいなね、なんか迫撃を壊す、絶対壊せる、戦えるみたいなカードがない相手には、足前、テスラ反撃置いとくだけ、最強か。まあ理想系だな、最後のあれ。あれで勝てたら一番手っ取り早い。うわぁ、ロイチャイっぽいな。てか文句マジで多いな。えぐ。モンクロイバック嫌だよね。みんな。まあ、ジャイも変わんねえよ。いやー美味しいなこれ。なんかファルチェとか言ってさ、
モンクファルチェで攻めたりしたいけどな。削ってこれでしか削れません。いいよ300ね。ちょマジダクネのコウモリ強すぎる。いやーこれ悩むね戦い方。まあ攻めるのはね大事な気がする。どんな状況でも。うわー、あーまあ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 、攻めることによってね相手に形を組ませない。形組まれたら結構俺渋いんでね。でまあテスラ置いて考えるか。マジ文句だるいな。で文句じゃいね。で進化ウィザードか。ここ守れるかな。結構重要じゃない。待ってそっちなんや。ってことはマジ文句で止まるよ。いやこれ取り見るかな文句のなんか角度で。それまずい。なんかボイドの延命むずくない。俺が究極的に下手なパターンもちょっとあるんだけどさ、準備してなきゃいけないもん。うわー生きてーが。ここで冷静なモンクファルチェ。こういうことよね。いやむず。でっかこれ全部ミリ残ってる。おかわり。いやーそれ強えな。嘘みたいに帰ってくる。ちょ文句なんでこっち来たん。なんか釣られてきやがったな。やばい。いやでも相手ボイドなんで、これファルチェを絶対延命すれば勝てることには気がついたんですけど、すんのがむずいっていうこの。固まる必要もねえか。まあ、ちょっかいかけて。あれはウィザードこういうので良さそう。なんでやねん。やばい一発ちょっとまずいよね。いやでもテスラあるでかい。でかで文句の反射。いやなんとかなってはいる。マジでちまちましてる。これ以上ないぐらい。いや無理しなくていいか。マジふざけてんのかみたいな戦い方してるというか、これしかできないんだよな俺。いやこういうことか。はいこれで打っていけないか。落ちるかな。おいナイス。いやテスラマジ強いな。まあモンクファルチェボイドをねちゃんと警戒さえできれば突破されなそうではあるけど、分かってても無人だよな。ボイド警戒置いとくか。おラバっぽいの、まあ、攻めましてスケドラが来まして、まあトレンドで引っ張ったりしてもよかったけど一旦ステイでもいいか。いやだがついよ一
ってもいいなこれ、暇だし絶対陸裂かなきゃいけない。まあババを使わせました。で左はまあ多分ボイドなんでね、ファルチで守れると思うんだよな。はい、うざいよこのファルチ。ディガーだったら話は変わるが、よしよしよし。さあボイドっすね、これ迫撃つなげてボイド警戒でレスピ出してファルチ延命してみたいなができたら理想ムーブかな。どっちにボイド打ってくるだろう。ここまで行っちゃってもいい。いやその時やばい、やりすぎかこれ。全球からのケツラバでやばいか、許してやばいねテスラやりすぎでしたね、どう考えても。いやなんかでも耐えれそうじゃないファルチって。あお攻めちゃうこの状況で。いやマジボンバー思ったわ。いやでも結構、いやーまあ攻めはね通ってるが778落としたいんで雑に攻めて、よし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 、ネクスト文句圏内。まあ迫撃法で攻めれれば大丈夫か。よしよし、これマジ文句で落とせるの幸せ。耐えれる。やってバルルバカお願い、入ってないこれ際どくね。入ってないよってことはってことはよ、削れないよねと。あぶねいやでもファルチツインギョー文句だけでタワー折ってるっすからね、ほぼ。まあ文句と迫撃法ね、いいな。確定ダメ、確定ダメだもんな、こんな。端前防げばだけど。防げない時もあるもんな。ここ一回ゆっくり行くパターンもありか。あ、これロケ来るか、でも。やべ。おー、すご。イカチクないやってること。これ近畿できるよ。ジャイさえしばければ。でもジャイが痛すぎる。分かってはいるが、キングの方がやばいみたいなのあるかな。いやー許容、いや痛いかな。ジャイバルーン、えこんな行かれる。プリンセスタワーじゃねえからかでもボロボロなんやけど俺どうしよう。まあなんかウィザード的なねやつだよね。うわぁ、間に合わねえ。やべ。間に合わんかったの、しょっぺー。え、すごい、そのなんか、オイドで出たロイジェイを無効化するや、みたいなやつ。さあ、まあ、こっから勝ったら気持ちいいぞ、おい。まあ、ロケねえんで、削るの大変ではあるが。よし。マジ、モンクファルチェ取るねで、しばっか。トリトンもあるわ。やべ、許して。やめて。おー、モンクが先行がいいな。たげえ。え、なんもタケ取ってないやん。ふふふ。トリトンの位置良すぎだろ。ウィザードね。こんにちは。なんでその時違うくね。忙しすぎる。ふざけてねえかんな。
だって真剣にやってこれだからな、今の俺やべ。終わった、全然止まんねえよじゃあ最初のさ入りすぎじゃないそんな入っていいんですか。いや入りすぎだなよくなかったのかなあれで。いやよかったと思うんですけどね。いやジャイ硬すぎるな硬いどころじゃねえな、何がおもろいなんてね。こういうやつはこういうな目で見ちゃう。さあゴーストスケか、なんだろうな、ロイジャイ、えいつの時代だ、エリポン俺がボイだったらもう勝ちやん。でもねえから吉、えふあのヨークリにしますマジで。いやー30しか、エリポンが、エリポンが文句あんだよな多分、ね、でかい入る。キングが落ちるとかやめてね。いやなあマジで芝来てまあ余裕か、しっかり分からせますか、まあ、テスラを3本ぐらい置くのが大事だな。いやエリフォン何個置かれんだろうな俺これえ文句じゃねえわ、その時点で結構幸せ。文句じゃないならそんな怖くない。いやーめんどいけどだいぶ。やだなー俺これで負けたらこれで負けて煽られんの一番やだな、レイジキスもし。すんげえスタンプくるんだろうな、エリポン置いてエリクサー溢れそうだから相手コストじゃねえや、スタンプ全然打ってこんくなったやん急に。ないのかなワンちゃん、そんなことないか、心で勝つしかねえよ。え嘘みたいな絶望が待っていそうだか、どっちの絶望が待ってるかは分からんでしょ、まだこれ30子さすがにあるよな。うわえ前どうするあれ、30子ないパターンある、ちょっとあるな、あのやばいあーざっこいつマジで勝ったと勘違いしてんだろ。バルチが来る、でけえそれ、スーパーヒーロー俺一応まだ勝ってるかな、文句言いないで絶望。びっくり30式来た、怖すぎる。
これはボットですよね、どう考えても。さすがにあの椅子はどこ行ったんだ。おいおいおい、どうしたんだよ。グッドゲームグッドゲームおいしい。さあというわけでエリポン、あんなにも行ったらね調子乗っちゃうのもまあわかりますけども、めちゃんこ守りは固いデッキだと思います。はい、その代わりね削るのがすごい大変ではありますが、チビ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 ね、削るのが好きな方はぜひ使ってみてください。役立ちのところをお知らせと押したまだね。